変身。皆さん、クリスマスといえば何かわかりますか？そう、リア充です。しかし、リア充というものはどういうものかと言いますと、カップルとか、なんか、付き合ってる人とか、結婚してる人というわけではないんです。そう。充実している人です。その文字の通り、リアルに充実する人ですよ。でね、僕もね、クリスマスリアルに充実する人間です。そのはず、うん。わかんないけど。ということで、本日はですね、まあ、そんなね、リアルに充実する、まあ、子供さんたちのための、動画を今日は出そうと思っております。デラックス高柳さんが子供に向けて出す動画なんて1個しかないでしょ？こういうやつですよ。デラックスデザイアドライバー&ゾンビレイズバックル&バックルホルダーセットでございます。はい、これね、前回、開封してあるんですけど、今回詳しいレビューをね、やっていこうと思います。セットについてるのはですね、こちら、まずはデザイアドライバー本体ですね。これめちゃめちゃ大事です。で、裏側にね、電池3本入れて、ね、電源をオンして遊ぶやつなんですけど、これがないと全てが始まらない。そして、こちら、マグナムバックルと、ブーストバックルですね。はい。これがね、まあ、仮面ライダーギーツが使うメインのアイテムとなっております。マグナムが、こういうね、ダリンを回して、引き金を引くタイプ。ブーストが、このブーストバックルは、こっちにもひねることができるし、こっちにもひねることができるんで、自分たちのね、思ったバイクのイメージをね、これで再現できるんじゃないかなと思っております。まあ、ベルトとね、まあ、ベルト止め。そしてこちら、ギーツのね、ID コア。これ大事ですよ。これがないと変身できないですからね。そしてハンマーですね。はい。同じピンクでございます。レイズバックルホルダー。これはね、もう一個のセットの方からついてくるやつですね。で、バッファの ID コア。で、ゾンビレイズバック。ね。こういう感じになってます。という感じでございます。では、早速、音声聞いてみましょうかね。この裏側にね、丸とバツがあるんで、バツから丸にしましょうか。発光はないけど、デザイアドライバーって言ってますね。じゃあ、早速つけてみましょう。まずはね、こちらの ID コアをセットします。セットしないでバックルを入れるとどうなるかというと、こうなるわけです。試しに他のも入れてみましょうか。ダリン回すだけですね、音声的には。ということは変身ができないんです。これ実際にね、他のやつできるかなと思っていろいろ探したんですけど、ペットボトルのキャップ近くあるんで入れてみますね。余裕でね、ちっちゃいんですよ。これに合うやつがね、ないのでね、もう ID コアしかさせないと思ってもらって構いません。はい。じゃあ、変身してみましょうか。ですよ。で、次ブースト入れてみますね。
まあこんな感じですね。でこれもあります、小型バッグでね。はい。まあ他にもね、いろんな組み合わせがあると思うんで。感じでございますよ。実は ID コアは個別認識とかはないんですよ。なぜなら中空洞だから。でどっちを入れても音声は一緒です。しかしなりきり度合いはやっぱり違います。ゾンビブーストもやってみますか。じゃあ、最後は変身ポーズして終わりますかね。変身。